いや、よかったよかった、たまたま近くにいて。おじいちゃん、来てくれてありがとう。あやね、ボロボロじゃないか。そうだ、俺たちがやってやったんだよ。こいつがお前のじいちゃんか。って、じじい。何がおかしいの？いや、笑わせてくれるな。このじじい、俺たち知ってるんだよ。さっきこのじじいからカツアゲしてやったんだよ。震えながら財布を突き出してきたんだぜ。まさか頼りのじいちゃんがさっきのじじいだとはな。でもラッキーだぜ、このじじい金持ちっぽいもんな。孫が俺たちに失礼を働いたお詫びとして1000万円よこせ。そりゃいい、1000万円よこさなかったらまたこいつのことをボコってやるぞ。大切な孫なんだよな。腹減った、なんか食おうぜ。でも俺たち金ねえじゃん。金なんてどうにでもなんだろ、いつものあれやればいいだけだしよ。ああ確かにそれもそうだな。お、良さそうなやつ発見。あいつにすっか。おいじいちゃん。なんじゃ。俺たちはヤクザだ。ここは俺たちヤクザの道、ここを通ったんだから金をよこせ。なんだって。金よこせって言ってんだよ。なんだって。だから金だよ金。金よこさないとバカすぞ。さすがに聞こえたろ。渡したくないが、痛いのは嫌だからの。おれ、首を出してくれ。あ、首？よいしょっと。誰が金メダルよこせって言った。わしの宝物の孫が幼稚園の運動会でもらった金メダルが、敬老の日にプレゼントでもらった金メダルが。金だよ金、お金、キャッシュ、わかるだろ。うわ、そっちか。そっちもあげたくなかったのに。でも仕方ない、痛い目に遭いたくないしの。また孫とランデブーしたいの。ほれ、手を出しておくれ。ああ、うて、なんじゃこりゃ。すみか。キッシュじゃよ、キッシュ。孫が高校生の時、調理実習で作ってくれたキッシュじゃよ。孫が高校生の時って、孫いくつだよ。32歳じゃが。ざけんな、10年以上前のじゃねえか。あやねは10年以上経っても可愛いぞ。可愛いなら、ってなるか。じじい、いい加減にしろ。あんまりふざけてると本当にぶっ飛ばすぞ。金だよ金。ぶっ飛ばすのはよしてくれ。わかった、名残惜しいが、わしの金のボールを。いらねえ、マネーだよ、財布を出せ。なんじゃ、お金か。お金が欲しいならそう言ってくれてたらよかったのに。ずっと言ってたんだよ、こんなボケじじい。わかった、これでいいんじゃろ。そうだ、やっと財布を出したか。そしたらもうお前に用はない、どっかに行きやがれ。わかった。たく、あのじじい。ふて、うわ、見ろよこれ。はあ、めちゃくちゃ入ってるじゃねえか。あのじいさん金持ちだったんだな。これでうまいもん食えに行けんじゃねえか。そうだね、よし食いに行くぞ。ぷはー、久しぶりのビールは美味しいね。
ウイスキーは飲んじゃダメだからね。飲むわけないでしょ。頼まれたって飲まないよ。ならいいけど。私は綾音、32歳。今子供を旦那に預かってもらい、高校の同級生のひまりと2人で居酒屋に来ている。こんな風に2人で飲むのは久しぶりだから本当に楽しいんだけど。おい大将、テキーラ持ってこい。ああ、いや、うちにはテキーラはねえ。なら買ってこいっつの。そう言われましても。あの人たちちょっと酔いすぎだよね。うん、声も大きいし、もうちょっと静かにしてくれるといいんだけど。そうだよね。なにこっち見てんだベース。うりゃ、いったひまり、大丈夫？へっへー、ストライク。野球部でエースだった俺の腕はなまってなかったみたいだな。何言ってんだよ、お前部活一回も出てない幽霊部員じゃねえか。そうだったっけか。ちょっと、なんてことするんですか。俺たちに文句あるのか。いや、あやね、いいよ、私は大丈夫だから。文句あります。お前、俺たちを誰だと思ってんだ。ヤクザだぞ、ヤクザ。ヤクザ？おい、そうだ、ヤクザ様なんだ。ビビったろ。許してほしけりゃここの俺たちのお代全部払え。そうだ、払え。払うわけないでしょ。それよりひまりに謝ってください。いや、まずいって。あやね、この人たちヤクザなんだよ。ヤクザでも何でも悪いことをしたら謝るのは当たり前。お前、俺たちのこと舐めてやがるな。こうなったら俺たちの恐ろしさを思い知らせてやる。はい？うれ！いた！あやね、ちょっとやめてよ。お前は黙ってろ。次は俺だ、うれ。こんなもんじゃ許さねえぞ。やめて、やめてってば、やめて。数分後。これでさすがに俺たちの恐ろしさが分かったか。ちゃんと金払うよな。払う、払うからもうやめて。払うわけないでしょ。ああ、ちょっとあやね、こんな風に力で間違ったことを押し通すことなんてできないってこと分からせてあげる。なんだと？もしもし。おい、何勝手に電話してんだ。誰も許可してないぞ。警察を呼ぶつもりか。警察を呼ばれたらまずい。携帯を奪わないと。おじいちゃん、ってことがあって来れる？まさか呼んだのがおじいちゃんだとは。おじいちゃんなんか呼んでどうするんだよ。腹痛い。おじいちゃん、あ、そんな風に笑ってられるのも今のうちよ。じいちゃんが来たらじいちゃんからも金を奪ってやるかな。ああ、そうしてやろうぜ。いや、よかったよかった、たまたま近くにいて。おじいちゃん、来てくれてありがとう。あやね、ボロボロじゃないか。そうだ、俺たちがやってやったんだよ。こいつがお前のじいちゃんか。って、じじい。何がおかしいの？いや、笑わせてくれるな。このじじい、俺たち知ってるんだよ。さっきこのじじいからカツアゲしてやったんだよ。震えながら財布突き出してきたんだぜ。まさか頼りのじいちゃんがさっきのじじいだとはな。でもラッキーだぜ、このじじい金持ちっぽいもんな。孫が俺たちに失礼を働いたお詫びとして1000万円よこせ。そりゃいい、1000万円よこさなかったらまたこいつのことをボコってやるぞ。大切な
孫なんだよな。本当に君らはわしの孫を殴ったんじゃな。ああ、だったらどうだって言うんだ。俺たちはヤクザなんだ。ヤクザは何をやっても許されるんだよ。そうか、そうか、ヤクザは何をやっても許されるのか。そりゃいいことを聞いてしまった。はあ、うん、動くのは久々じゃな。あやね、これを持ってておくれ。あ、うん。何それ。って、スマホが真っ二つになってる。えっしゃ、ほいさ、ふぅ、よっこいセット。な、何やってるんだ、ちえさん。金をよこせって言ってるんだよ。マネーをよこせ、マネーを。そう焦りなさんな。よし、準備は整った。君らには金を取られたし、金を取り返そうかの。なーに、わけのわからないことを言ってるんだ。さっさと金を。よいしょ、ドピュー。お前、なんてことしやがる。こんなことしてただじゃ。よっこらせー。うわぁ、ありがとう、おじいちゃん。ありがとう。かわいい孫の力になれて何よりじゃ。それじゃあ返してもらうとするかの。おじいちゃん、違うでしょ。パンツの中に手を突っ込もうとしないで。おじいちゃんが取られたのはお金でしょ。金のあれじゃないから。はい、そうじゃった、そうじゃった。わしとしたことが100年に一度の失敗じゃった。いや、おじいちゃん頻繁に失敗してると思うけど。お詫びにこの人らにあやねの幼稚園の時の写真をあげよう。やめい。とりあえず財布を回収と。そうじゃ、せっかくだからおじいちゃんも参加させてくれ。あやねの友達におじいちゃんの知らないあやねのことを教えてほしいからの。いいから聞かなくて。あやねのおじいちゃんなかなかキャラ濃いね。というか、あやねのおじいちゃんってさ、確か、あ、サイレンの音。あ、そうだ、私が警察呼んだんだよ。あ、そうだったんだね。くそ、逃げろ。覚えてろよ。な、待ちなさい。って、あれ、あやねのおじいちゃんもいない。で、くそ、えらい目にあったぜ。あのクソジジイ、俺たちが油断してるところにあんなことしやがって。次会ったらただじゃお金。もちろんだ、地獄を見せてやる。そして数日後。ママ。何リン。スモモちゃんのママに聞いたよ。スモモちゃんのママとお酒飲みに行ったんでしょ。リンも行きたい。リンも飲んでパリピになりたい。別にパリピになってないから。絶対にスモモちゃんがそれ言ってたでしょう。そしてお酒は二十歳からです。二十歳になったら一緒に飲みましょう。やだやだやだ、リン今パリピになりたい。クラブで踊ってテキーラ飲みたい。ダダこねるんじゃないの。そしてダダのこね方がすごく嫌。それもスモモちゃんの影響でしょう。まったく、ひまりの娘のスモモちゃんはどっからそういうの知るのかしら。やだやだやだ。リン、恥ずかしいよそんなことしてたら。ほら、お兄さんたちにも見られてる。って、あれ、あなたたちは。俺たちのこと覚えてたようでよかったぜ。探してたんだぞ。ママのお友達。いや、お友達ではないわ。行きましょう、リン。おいおい、ひでえな、無視していこうとするなんて。ちょっと待ってくれよ、俺たちはずっと会いたかったんだから。話してください。私はあなたたちに話なんかないんです。お前になくても俺たちにはあるんだよ。
今すぐにジジイを呼べ。俺たちはあいつに仕返ししなきゃいけないんだ。あんなことがあったのにまだそんなことを言ってるんですか。また同じ目に遭いますよ。会うわけねえだろうが。あの日は油断してたからああなっただけ。油断さえしてなければあんなジジイ片手でひねれるんだよ。さっさとジジイを呼べ。さもないと。リン、さあ呼べ。お前の子供を痛い目に遭わせたくなかったらな。わかりました、呼びます、呼びますから。だからやめてください。もしもし、おじいちゃん、ごめん、実はまた。さて、あのジジイどうしてやろうか。とりあえず二度と立てなくなるぐらいまでボコボコにしてやろうぜ。ああ、最悪死なせてもいいだろう。俺たちを怒らせたあのジジイが悪いんだしな。ああ、そうだな。ああ、おじいちゃんも公園にいたんだ。ひいおじいちゃん、やっほー。おじいちゃんここにいます。だからリンを離してください。目の前に。おお、本当だ、いたぞ。てめえら。はあ、ちょっとおじいちゃん、力入れすぎ。またスマホ壊しちゃってる。ああ、また逆パカしてしまった。ばあさんに怒られる。それ逆パカって言わないから。携帯が簡単に折れるはずないの。折れるっていうより潰れてるし。スマホが潰れた。いや、元から壊れてたんだろ。それしかありえないじゃねえか。こんなジジイに握りつぶせるわけない。俺たちだって無理なのに。確かにそうだよな。脅かしやがって。おいジジイ、この前はよくもやってくれたな。今日はこの前の借りをたっぷり返してやる。そうだ、ジジイをやる前にジジイが宝とか言ってた孫からいたぶってやろうぜ。そりゃいい、ナイスアイデアだ。やっちまおうぜ。そんなことさせるわけないじゃろ。そうだ、一応確認しておくが、君らはヤクザってことでいいんじゃよな。何回もそう言ってるだろ。ああ、ならよかった。手加減しなくてよさそうじゃ。この前は警察が来てしまったから中途半端で終わってしまったがの。今日は徹底的にやってやるか。何が徹底的にやってやるかだ。そのセリフはこっちのセリフだっつの。ちょっと待っててくれ。よいしょっと。何を外してるんだ。いや、わからねえ。え、おもり、おもりなんてつけてたのか。うぅ、軽くなった。どうせ大したおもりじゃない。え、どうした。めちゃくちゃ重い。持ち上がらねえ。おいおい、変な冗談よせよ。うて、うわ、マジで持ち上がらねえ。こんなの大量につけてたのか。何のために。おじいちゃん、昔から人より力が強いんです。普段は力を抑えるために重りをつけてるんですよ。あやねが生まれた時にの、ばあさんにじいさんが抱っこしたら潰してしまう、そう言われて、抱っこするなら重りをつけろと言われて、それからずっとつけてるんじゃよ。おかげでりんちゃんのこともこの手で抱っこすることができた。意味わからねえ。マジで意味わからねえ。重りを外したところでジジイだってことには変わらねえ。こっちは二人いるんだ。そうだな、ボコしてやるから覚悟しやがれ。よいしょっと。はあ、ふわー、ひいおじいちゃんの杖が刀になった。かっこいい。仕込み杖だったのそれ。意味わからねえ。なんでただのジジイが重りつけてたり仕込み杖持ってたりするんだよ。ジジイ一体何者だ。おじいちゃんは北進組の元組長なんですよ。北進組って、俺たちが入ろうとしたけど入れてもらえなかった組。
その元組長って言えば、人斬りと恐れられた春の北斎。そういえば刀を仕込んだ杖をいつも持ち歩いてるって噂を聞いたことある。その通りなはあんまり好きではないんじゃがの、まあわしが自分でそうつけたんじゃが。本物だ。ごめんなさいごめんなさい、切らないでください。わしの宝物を傷つけたんじゃ、ごめんなさいで許すわけにはいかないじゃろ。お願いです、俺たちは仇なんです。ヤクザって嘘なんです。嘘だったんですね。最低、ヤクザを語って人を脅すなんて。君らがヤクザであろうがなかろうが、わしの宝物を傷つけたことは変わらないじゃろ。だからそれは謝りますって。ごめんなさい。だからわしも許さないと言っておるじゃないか。さあ覚悟しろ。あ、助けよう。 おじいちゃんダメだよ、本当に切ったら。大丈夫よリン。うりゃー、生きてる。よかった、生きてる。撃て。うわー、なんだ裸に。ぎゃあ、見ないで。すっごい、お洋服だけ切ったんだね、おじいちゃんかっこいい。パシャ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 。うて、何写真撮ってるんですか。いや、やめてください。あやねに慰謝料を1000万円ずつ、そしてヤクザを語った人間が人斬り北斎に斬られバラバラになって東京湾に沈められたという噂を流すんじゃ。そうすればこの写真を消してやろう。無理、1000万円だなんて。そうか、ならこの写真を日本中にばらまくしかないの。やめて、払います。ねえねえママ、どうしておじいちゃんそんな怖い噂を流せって言ってるの？おじいちゃんは昔からそうなの。服だけ切って相手の恥ずかしい写真を撮り、それで脅して自分が人斬りだという噂を流させる。そして悪いことすると人斬り北斎が来るぞってみんなに思わせて、みんなに悪いことをさせなくしてたのよ。本当に人を斬ったことなんてないから、そこは安心して。そっか、おじいちゃんはヒーローなんだね。ダークヒーローってところかな。その後二人はというと、おじいちゃんによってカニ漁船に乗せられ、私への慰謝料を払うことに。カニ漁船に乗る前に二人が人斬り北斎の噂を流したことで、人斬り北斎は未だに健在ということが知られ、犯罪率がかなり下がったとか。おじいちゃん、いろいろありがとうね、助かったよ。なーに、かわいいかわいい孫のためじゃ。お礼はほっぺスリスリでいいぞ。はい、スリスリ。ちょっとおじいちゃん、ママが嫌がってるでしょ、ダメ。ごっつんこじゃあ、ピクピク。おじいちゃん、まあ負けた。やった、おにぎり北斎に勝ったよ。リン、幼稚園で自慢しようっと。リン、人斬り北斎ね、そして絶対に自慢しちゃダメ。リンちゃん、リンちゃんこそ人斬り北斎の名を継ぐ人間にふさわしい。そんなの継がせないから、絶対にダメ。えい、パシャ。おー、ママかっこいい。もしそんなことしようとしたら、この写真を流出させるから。ああ、